今日はジップニヤニヤでした。カープが勝ったっけ。やっぱり待って、それ誰かにも言った、ちょっと朝のさ、あ、ディレクターさんにも、やっぱり昨日は負けで今日が勝ちだったらテンションの違いが分かるの。そんな違いあった。ジップお疲れちゃん、ありがとうございます。帰ってきました。こいほー、わかる。おはようございます。今日は金曜日。今日頑張って皆さん。今日頑張ったらもうあれじゃないですか、帰りなさいませ。帰るか。そうよ、公園もある。公園までちょっと休む私。おはよう。なんかさっきさ、なんかツイッター見とったらさ、あの顔の小顔体操みたいなのやっとったっけ。ちょっとやってみた、変化あるかなって。ちょっとみんな、これはみんなに会う前にやるやつやけど、おはようございます。そっか、みんなにさ、みんなの前に顔見せる。咳込むぐらい痛い。ここ詰まってる感じする。ナイスジップありがとう。え、咳込むぐらい詰まっとるリンパが。おはよう。ちょっと なんかよく分からんけど、うし働く、またね、リンパほぐし。私の名前がリンパほぐしみたいに言うやん。またね、リンパほぐし。おはよう、笑顔ですよ。お母さんおはようございます。皆さんおはようございます。かいちゃん、週末はスイパラ行ってきます。え、いいですね。私も行きたい。行けるんか、22日に。笑顔ですよ。何するやつ？マッサージするやつ？顔の。持っとるんやけどさ、もう使わんくなったんよね。昔鼻だれで、あのテレビとか出演してた時の、してた時に、あのテレビ出演のタイミングの時に、なんか流行ったのが STU の中で、なんかこう電気の、あの電気が流れる顔のマッサージみたいなやつがね、ちょっと流行ったんですよ。で結構持ってる人が多くて、そう、でもそのやり、あやりもいつの間にかなくなった。おはよう。今日は金曜日なり。
いや痛いよ、痛い痛い、もうめっちゃだって電気流れたっけ。そう、電気バリブラシみたいなやつ、そう私は思っとったよ、そうよ、そうですよ、私は思っとったけど、あれめっちゃ痛くて、短冊書く、そう、いい、ジップ出てきました、ありがとうございました。今日ちょっと噛んだところ焦ったよマジで、今日噛んだところほんまに、かいや今日は七夕だよ、いや七夕ね、星に願いよ、おはや、みんなは何お願いしますか、今日はこういう、いつも七夕何してるの、何にもしてないよ、なんか七夕ってそうめん食べる日らしいよ、してた、知らんかったんやけど、そうめん食べるんだって、織姫です、いい、今日はゾラメを見るといいことあるぞ、え、なんでなんで、公園行くね、待ってます、知らんかった、またなめ腐った時間に配信してて、え、なめ腐った時間に配信見てくれてありがとう、じゃあひどい、お、みんなのお願い事が声出たってね、見てくれてありがとう、おはよう、みんなのお願い事いっぱい、かいはー、みんなおはようございます、最近は TikTok ライブが多いから新鮮です、確かに新鮮かも、そうかな、ショールームも昨日も、あ、朝やったりしとったっけね、おはようございます、働きます、そうよ、お仕事行く人も多いと思うので、あの朝の顔見せの時間と思って配信をしたので、性格メイクもしてるし、ジップだったっけ、今日寝坊したんですよ、あの自分的10分でもね寝坊したらね、働けいただけますか、働け、いい朝になった、あ、自分的に寝坊しただけなんです、あの自分でメイクとか、まああのするんですけど、そう10分ぐらい寝坊して焦った、ジップ出ましたよ、ちょっと、はい、ニートです、働け、おはようございます、働け、やっぱ寝坊したんやはい、働いてきますいってらっしゃい、頑張ってください、本人はちゃんと頑張ってねっていう気持ちで、明日名古屋だっけ、そうですよ、明日名古屋行きますよ、ギャラクシー、ギャラクシー、発音が分からん、ギャラクシー、おはようございます、アイドルフェスに出てきます、おはよう、愛知名古屋に行ってきます、なんかさ、もうさ、愛知っていうよりも名古屋っていう方が絶対に多いよね、愛知っていう方が多いのかな、
おはよう、今日の公演七夕感ありますか。いや分からん、七夕感なんや、なんやろ。おはよう、神奈川の横浜的な、あ、そう、鬼まんじゅう食べれることを祈ります。あるかな。なんかさ、鬼まんじゅうってさ、駅にはさなかなか売ってなくてさ、駅から離れ、あれできるかな。ピオリンチャレンジね、毎回ピオリン売り切れとる。ピオリンってな、ピオリン、ピオリンって何の味なん、あれ何ケーキなん。七夕は願い事聞かれる、確かに。なんて答えよう。おはよう、やばい、だんだんと眠くなってきた。中身はプリン、え、そうなの、知らんかった。元気な子が朝から見られて嬉しい。本当ですか。じゃあ元気に頑張ってね、一緒に頑張ろう。おはようございます。ピオリンってプリンなんじゃ。え、プリンとカスタードって違う？違うか。共に頑張る。おはよう。いや、チーズケーキみたいな感じだと思っとった、ピオリン。おはようございます。そう、全然怒らんかった。二度寝できそうですよ。この後すぐ寝れそう。朝から元気なのすごい。ワイは朝からは無理。え、そうかな。朝からあんまりテンション変わらんけえね。いい方。ぷよぷよしてるよ。え、そうなの。いろんな味あるよ。ココアとかあった気がする。え、プリンに。おはよう、出勤中、頑張れ。食べてみたいな、ピオリン。褒めて美味しそうな子供みたいで可愛い。どういうこと。何、あ、自分は当たり前ですけどみたいな感じ出すみたいなことですか。え、なに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 。まあ元気なの当たり前ですけど、朝から。いや、そんなことないけど。プリンか、今仕事終わったところ。うん、ほんまに。お疲れ様、おはよう。夕方会いましょう。元気なふりができるのが大人。あ、なるほどね。元気なふりできますよ。いや、分からんよ、出してないだけで。元気じゃないかもしれない。いや、深い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 。私が元気じゃなかったらほんまに心配になるよね。でもね、今日言われたんですよ、マネージャーさん。今日一緒にいたマネージャーさんとも話したんです。意外にカイさんってなんか人の話を聞いて楽しむ方ですよね。メンバーとかいても、ま、周りに人がいても意外になんか人の話をふんふんって聞いて楽しんでるタイプですよねってこう言われて。おはよう、話聞いてうんうんって。意外とね。てかその分ここで出とるかもしれん。ここで発散してるかも
いやでも、ね、溜まってるわけじゃないです。なんか聞く方が好きで、なんかあのそう、なんなんじゃろうね。でもお話し会とかだったらまたスイッチが入る、ファンの人の前だとスイッチが入るからまた別なのかな。めっちゃ話してると思った？ほんまに？いや我慢してない、我慢してない、意外とって言われましたよ。裏でもこういうイメージかと思うじゃないですか。おはよう、こんにちは、はじめまして、はじめまして。聞く方が好きは怪しい。あ、人間観察も好き。そう、いやでもほんまにね、いやこれほんまにね嘘だと思うけどね、静かなんですよ。嘘だと思うけど、嘘だと思うと思うけど、おはようございます、へいじゃない。うん、実はね、おはよう。そしたらなんか本当に話聞いてるっていうあのリアクションをするらしい。え、本当に話聞いてるって言われる。行ってきます、行ってらっしゃい、頑張って。でもちゃんと話聞いてるんですよ。でリアクションもする気持ち、おんおんって。あ、静かな時もある、確かに。だってもう楽屋とかではめちゃくちゃ静かで、あの端っこにいるんですけどね。昨日も一番角の一番端にいました。お母ちゃんって人見知り？人見知りはね、ないね。え？うん。人見知りはないかな。おはよう。おはよう。人見知りない。隅っこ暮らし、あ、ぼっちぼっちぼっち、ぼっちか分からんけど、何定義か分からんけど、おはよう、おはようございます。めちゃくちゃあの朝な感じがしない。雨とか曇りとか天気が悪い日はさ、朝の訪れを感じなくて、そう、人見知りはせんよ。何見知りですか？あ、犬犬犬、あのね、犬はねちょっと最初は苦手なんですよ。ちょっと時間が経つまで慣れるまで結構時間かかる。東京は猛暑です。あ、ほんまに？ほんまに？そう、暗め。なんか全然。朝なのに電気つけとるし。こんよう、おはよう。朝から暑い？東京は天気いいって。なんかそういった言ってた、関東の方はなんかあの天の川が見れそうでして、広島はもう夜夕方とか昼午後から雨が降るけ、彦星と織も織姫は会えないらしいですよ。いっぱいファンです。ぷい、こんばんは。今晴れてる？おはよう。ねえ、暑い、カラッと暑いのはいいですね。ジメッと暑い。
そういえば中国の黄砂、カーテンは閉めてるから朝から晩まで電気つけとる。カーテン開けた方がいいよ。私開けとるよ。笑顔ですよ。梅雨時だからしょうがない、梅雨だからしょうがない。今日はね、なんかね、二十四節気の話したいよね。二十四節気の一つ、小暑ですって言ったわ。小暑、おはよう。あくびを我慢しました。これから暑くなるんだって。美味しいご飯食べて、いっぱい体力をつけてください。こんばんは、じゃなかった、おはようございます。もう朝ごはん食べましたか？え、食べてない。さっき帰ってきました、ジップから。じゃけまだ全然食べてないよ。今日めっちゃ小顔に見える。やっぱり小顔体操したっけ、さっき。学校遅れるって、いや学生じゃないって、待って、学生じゃないっけ。小顔体操しました。今日の子がなんか大人っぽい服じゃない。昨日の広島ジップ初見できました。ありがとうございます。実は今日も出てきました。友達迎えに来る。いや集団登校じゃないよ。わ、懐かしい。待って、今自分でなんかパッと自分で言ってみても、てかパッとこう思い浮かんだ言葉で口にしてみても、めっちゃ懐かしさが後から出てきた。集団登校めっちゃ懐かしい。私集団登校しとったよ。もうみんなするか、小学校1年生の時とかはね。うわ懐かしい。いや一斉下校懐かしい。集団登校一斉下校懐かしいわ、ほんまに。集団登校はなんか、あの友達の家の、あの何あれだった、マンションの下だったに何時までに行くみたいな。え、なんでそれがあるんかね。誰が考えたんじゃろ、ほんまに。集団登校、いや班長じゃなかったよ、全然。班長についていく子だった。あ、団体行動を学ぶため。え、なるほどね、すご。え、集団行動したことない。小学校は集団登校です。そう、集団登校なんかある学年からいつの間にかなくなったけど。え、1年生ぐらいまでなかった？おはよう。親が楽するため。ほんまに？え、そうなん？あ、事故に遭わないようにね。大事。行ってきます。今日もお母さんにいい日でありますように。ありがとう、嬉しい。おはよう。学期末にあったイメージ。集団登校
おはよう。あ、なんかね、短冊、今日そういえばね、あの短冊を見つけたんですよ、この前。そしたら短冊、あの笹に履かかってる短冊に、誰々さんが誰々のライブ当たって無事行けますようにみたいなやつが3つぐらいあってその子どんだけそれ好きなんて、好きなことを周りに言って周りから応援されてるのってすごいなと思いました。仕事行ってきます。行ってらっしゃい。私もそろそろ二度寝行ってきます。頑張って活動するために、お仕事頑張って。チラス寿司食べないと。あれ、チラス寿司なの？チラシ寿司、七夕はチラシ寿司なん？ほんま？起きろ、働き、いっぱい寝よ。いや、寝れんわ。待って、11時ぐらい。いっぱい二度寝します。してきます。アラームかけてない。ちょっとかけとこう。二度寝のアラームも大事的やね。みんなも頑張るということで、私も頑張ってきますよ。入ったー。ちょっとランキングやむわ。13位、13位いたき、12位もっくん、11位もや太郎、9位すばる、8位、10位すばる、9位まきまき、8位癒し系、7位すえん、6位のっしー、5位、ふとし、4位バオバブ、3位ライトニング、2位ケブ PH、 1位はヒコヒコ。ありがとうございます。配信ありがとう。いや、みんなもありがとう、配信見てくれて。今からは二度寝行ってきます。みんなは頑張って、お仕事と勉強とファイティーン、応援してます。元気もらえた？頑張ってね。じゃーん。頑張ってください。またねー。バイバイ。